こんにちは、ドラマーのケンです。今日はですね、ロックの8ビートをやるならまずこの動画を見てください。これをやると本当に8ビートの基本がわかりますので、最後まで見てってください。題材がですね、もうボンジョビさんですよ。ボンジョビ、リビノプレイヤー、8ビートのなんか教科書的な、いきますよ。1、2、3、4。はい、ここですね。ポイントなんですけど、私がまあいつもダンスビートっていう風に言っているみたいに、1、2、3、4で始めるっていうところじゃなくて、1 and 2 and 3 and 4 and っていう感じで言ってみてほしいんですよ。1 and 2 and 3 and 4 and 1 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 and 1 and 2 and 3 and 4 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 and 1。実際のねボンジョビさんの演奏よりももっとダンサブルにね演奏してみるっていうのはね、一つ練習のポイントなんじゃないかなというふうに思います。その上でこのボンジョビの、リビノーナプレイヤーのサビの部分でね、ポイントになってくるのがライドシンバル。はい、これですね、ライドシンバル。これのカップを使うんですよね。これこのカップを使ってこれね、結構そのダンスビート1 and 2 and を感じながらこの大きく叩くっていうのはね結構難しいんで、これね結構すごい練習になります。 1 and 2 and 3 and 4 and 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 1 and 2 and 3 and 4 and
細かく刻めるんだけど、ライドに行くと1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1、 はい、こういう風になります。はい、ここはそのポイントなんで、そこを重点的に練習してみてください。それではやってみましょう。はい、行きます。このイントロの、このイントロの、
サビのカン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 、ここすごい大事なんでやってみてください。はい、今日はですねボンジョビリビングオンアプレイヤーやってみました。コメント欄にリクエストお受けしてますのでぜひ書いてみてください。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。